大和姫御子祈りの世紀というのにその伊勢神宮の起源が書いてあると。で鈴鹿にはこの伊勢の国の国府があったと。だから非常に大きな町があって酒造りも盛んだったんでしょうねと。だからその今辞書にね調べるとうまい酒と書くとそれは鈴鹿にかかる枕言葉だと、馬酒鈴鹿の国という言葉が残ってますよということなんですね。うちの品種で言えばフレッシュで、まあ、フルーティーで甘みもあるけど、あと透明感ってキレがいいお酒っていうような形になるんですけど、あくまでもその絞った時に美味しいお酒を目指して作ってて、それに合わせて発酵管理もやっていて、それをどういうふうに瓶詰めしてどういうふうに出荷してお客様に届けるのかなということでやっています。あのランチの一番最初のところで使われたっていうのは非常にやっぱり光栄なことだったし、我々の中も業界も酒の種類も充実してきた、三重県の中でもそんだけの酒が揃えられるようになった、で皆さんの意識も国民の皆さんの意識も変わってきた、時代は変わったなと思いましたね。最初の時からそのコンテストっていうのを非常に重視してたんです。賞もようやく最近いただけるようにコンスタントになってきて、決して昔から取れてるわけでもないし、で結局何が変わったかって言われても正直やっとることってそんなに変わってないんですよね。多分それは目に見えないところであったり微妙な感覚でお酒を作ってる部分があって、お酒作りってまだまだ感覚の部分がかなりあると思うんですね。でやっぱりその聞き手能力っていうのも非常に大事だと思うんで、できたお酒を聞き手して、やっぱりその識別ができないことにはそもそもお酒って、ね、求めるお酒はできないんで、最低限のレシピは作りますけど、そこから先っていうのはやっぱりその人の感性みたいなとこもあるのかなとかは正直思います。我々がその杜氏が一生懸命作って、これを手塩にかけて作って、その温度管理をきっちりやって、こだわりがそこにやっぱり伝わってくんだと思うんですね。でそういったそのメッセージ性があるというか、こちらが一生懸命やるとそれをちゃんと答えてくれるようなものが日本酒だと思ってるんで、そういったことを一生懸命やりたいなと。時代ってやっぱり変わっていくんですよね。我々が食べてるものも昔と一緒じゃないわけですよね。だからその中で美味しいと思えるようなそういうお酒を作っていきたいなと思いますね。